はいどうも、ヤバイネルシャツ屋さんことヤバネルでございます。今回の動画はリクエストいただきまして、動画を企画させていただきました。リクエストいただきましたポルシェマニアさん、ちょっとねお名前長いのでポルマニさんとね略させていただきます。ポルマニさんからリクエストいただきまして、山田さんの持っているミニカーの中で高額なものを動画にしてくださいっていうことでしたので、今回はやっていきたいと思います。で、まあ大体ね、ベスト10とかベスト3でね、発表していくのいいかなと思ったんですけども、まあ結論から言うとベスト3にしようって企画しました。ただね、ちょっとね、1個だけ、決して高くはないですけども、まあテニスするため、購入するためにかかった時間とか費用を考えたら結構高額になったなっていうものも、ベスト4とか第4位としてね、発表させていただきたいと思います。それではその第4位が、はい、こちらになります。ジャバーバーン。トミタの、マックツールオリジナルの日産 NV350 キャラバンになります。こちらね、あの動画にもアップさせていただきましたけども、なんとね購入するのに、私東京都に住んでるんですけども、千葉県まで行ってね購入したものになります。はい。で、なんでそんなにお金がかかったのかっていうと、お車で行ったんですけども、やっぱり高速料金代金が大体片道で1000円ぐらいかかったので、往復2000円で、ガソリン代がまあ500円から1000円ぐらいかかったのかもしれません。まあ1000円として3000円。で、こちらのマックツールのトミカが1000円って言ってね。なので合計4000円なので、結構高いでしょ。でもミニカしたら1000円でございます。はい。まあ、というのもね、このマックツールトミカはマックの正規代理店でしか販売されておらず、ネット通販とかもしてくれなかった、していただけなかった商品ですので、もう直接ね、引き取りに行ったわけですけども、うわ、めっちゃいいっすね。で、その高いっていうのもありますし、ちょっとね、動画で映したいっていうのもね、あったので、ちょっと個人的な感情が入ったランキングの4位になっております。これちゃんとね。はい、ギアハッチがね、開きます。これはね、とても好きな一台ですね。もう担保の入り方とかも渋くてかっこいいんですよ。で、スナッポンのオリジナルトミカもあると思うんですけども、全然私ね、当時というかね、若い頃からスナッポンはもちろんいいなと思ったんですけど、ちょっとレア度の高いっていうかね、あんまり見ることのないマックツールの方が、実はスナッポンより好きだったっていうこともあって、とても嬉しい一台になりました。3位ということで、ベスト3を発表していきたいと思います。第3位は、じゃあばーばー、こちらになります。 M2 マシンからトランスポーターですね。トランスポーターというかトランスポートになると思うんですけども、トラックの部分とこちらに、ね、書いてあるミニカーがね中に積んであるので、まあ2台編成なんですけども、価格の方が3700円するので、一応ね上位にベスト3の3位にねさせていただきました。で、こちら実際は定価がまあ3700円なもので、購入価格としては、トイザラスがね、近年、閉店する店舗がね、すごく多かったと思うんですけども、その閉店セールとね、題しまして、3割引きから、まあ、5割引きの時に買ったので、まあ、実際としては2000円から、そうですね、1700、800円で購入したかなと思うんですけども、定価がね、3700円、結構高いですよね。だいたいホットウィールのチームトランスポートが2000円ですのでね、はい。で、1台ずつに換算すると、こちらのトランスポートが、まあ、だいたい2000円で、ミニカー自体が1700円とかね、そういう風に考えると、わかりやすいかなと思います。はい。で、中に入ってますのが F100 ですね。F100 になりますね。はい。で、このミニカーの良さっていうのが、やっぱりね、この F100 はね、めっちゃ好きな感じで、これ実写見たら多分みんな一目惚れするんじゃないかなっていうぐらいに、まあ、パンプキンっていうんでしょうかね、形状していて、とてもね、雰囲気のある車になってると思います。そしてマックね、これトラック会社の確かロゴだったかなと思います。で、ヘッドも取り外しできて、ここがね、ちょっと稼働するので、なかなか、なんでしょうね、遊ぶのにも楽しいお車になってますね。なのでね、こうやって置いたまま、こうやって、本当のお車のようにね、こうやってドッキングできるんですよね。スライドさせて。ちょっと今うまくいかなかったですけど、こういう風になってて、ここにこうね、突起がね、ここにあるので、まあこうやって、スライドさせるとガチャンとこう行く感じでね、なってるんですよね。はい。タイヤもちゃんとね、大型車らしく二輪車両になってます。なかなかミニカーでね、こういう風に再現されてるのも少ないなぁと思うんですけどもね。こちらのね、お顔もめっちゃかっこいいですよね。はい。で、後ろのね、この
荷台の扉の部分が観音開きになっていて、とてもリアルですね。ここもほら、ダブルタイヤになってますね。素晴らしい。素晴らしいですね。で、スケールの方がね、もう、M2 はね、64分の1で統一されてるので、他のミニカー積むのにもいいですしね。はい。ほら、こうやって。で、自立するのもいいですよね、足が。で、トミカだとね、こういうものだと自立するものって、ないんですけども、こうやって自立するのがとても気に入ってるところですね。で、もう一個ね、ありまして、同価格でね、こちらの、じゃばーばー。こちらも同じく M2 の、まあ、同じようなね、ラインナップのものの、トランスポーターですね。はい。こちらの方はね、実は好きなので、後にね、紹介させていただきます。はい。まずね、ヘッドを見ていきますと、こんな感じね、シボレーのね、C10 とかその辺を思い出すような形をしててめっちゃかっこいいですよね。これだけでもいいですよね。これももちろん可動になっていて、ダブルタイヤで。この辺の車名の入り方とかもいいですよね。で、シャーシもトラックってこんな感じでね、なってるので見るのも見がいがありますよね。で、荷台の方がまたこれがね、おすすめで、ちゃんとね、中が見えるので何がね、乗ってるよーっていうのがすぐ分かっていいですしね。はい。まあ、ショールーム的な感じで走っていく感じですね。で、こちらの、マロリーっていうのはね、車パーツメーカーですよね。はい。で、こちらの後ろも観音開きになっていて、サンルーフもあるよー。で、このようなね、開き方になる。うわー、いいっすね。なんかお車を宣伝するのに使う車みたいな感じでいいでしょ。で、こちらが、ファイヤーバードだったかな。そうですね、1968年式のファイヤーバードになります。この精巧なね、スーパーチャージャーの作り見てくださいよ、これ。いいでしょ。ホットウィルなんかだとね、一体成型になってこのようなね、ちょっとくびれみたいなのはないんですけど、すごいですよね。エンジンの形もいいですね。 V8 エンジンを乗っかっていて、かっけータイヤ見てこれ。ドラッグレース仕様になってますよね。はい。うわー、ファイヤーバードかっこいい。やー、このね、もうファイヤーバード特徴のね、このとんがってる感じが、すごくいい位置になってますよね。はい、こちらが第3位となりました。うわー、やっぱテンション上がるわな、高いミニカーいじってると。はい。まあ、そんなに私、高いミニカーって持ってるわけではないんですけど、あと、まあ、今回ランキングしませんでしたけど、トミカリミテッドヴィンテージネオのシリーズなんか、まあ、2000から3000ぐらいしますよね。で、そのね、トミカリミテッドヴィンテージデオの中で群を抜いて高かったのが、こちらですね、フェラーリ 512BB ですね。はい。こちらは、まあ、価格としては6380円なんですけども、ヨドバシカメラさんの方で1500円だったかな、結構激安で売られたものを購入したので、実際にはね、そんなに高く購入したわけではないんですけども、値段がね、定価として6380円ということで、第2位ということでね、発表させていただきました。まあ、実際はですね、ちょっとトミカの方も用意したんですけども、トミプレの方ですよね。トミカプレミアムの方で、この 512BB 出てるんですけども、まあ、トミカプレミアムの方はね、800円なんですけども、どっちが好きですかって聞かれたら、実は私はこっちなんですよね。というのも、まあ、リミテッドヴィンテージネオの方の 512BB も、リアのね、このエンジンフードのところはね、開くんですけども、すごくリアリティのないあるエンジンが積まれているんですけども、なんとね、トミプレでも開きますし、はい、このようにね、開きますし、なんて言ってもね、リトラクタブルヘッドライトが、開閉するというね、このギミックがやっぱ楽しいじゃないですか。はい。まあ、ただね、他のミニカーと並べるのには、やっぱり64分の1のね、この大きさが、もう全然やっぱり違っちゃってるので、いいんですけども、これ、トミプレのは、61分の1ですね。なので大きめですよね。なので先ほどのね、グリーンライトなんかも結構64分の1で統一されていて、いるので、こうやってね、見比べた時に、はぁ、このぐらいの大きさなんですね、とか思ったりしました。で、まあ、フェラーリ 512BB っていうのはまあ、ランボルギーニで言ったらカウンタック的な存在かなと思うので、まあ、各社ね、いろいろ、この 512BB に関しては、出されてると思うんですけども、高いですよね。まあ、どの辺がそんなにするのかなーっていうと、まあ、私的にはよくピンときてないです、実は。これが6380円って言われると、何なんだろうなーと思うんですけども、まあ、内装が、すごく忠実にリアルに再現されてるというか、この辺のディテールなんかもそうなんでしょうね。で、リアのね、テールランプはもちろんクリアパーツになっていて、すごく細かく彩色もされてるんですよね、このウインカーの部分の。中央部分のシルバーなんかもそうですし、この辺のマフラーとかね。はい。シャーシはこんな感じですね。
まあ、512BB が大好きっていう方ならね、絶対欲しいマストの1台なんでしょうけどね。まあ、私は安売りだったので、買ったって感じですね。はい。ただ、高額だっていう感じでございます。で、栄えある第1位は、こちらになります。じゃばばーん。はい、こちらが、なんと6500円もする、ホットウィールのレッドラインクラブの、プリム GTX になりまーす。なんでね、これがこんなに高いのかなーって。レッドラインクラブっていうのは、会員ですよね。レッドラインクラブなのね。会員様しか買えないミニカーなんかをね、ある限定のミニカーなわけですけども、そのね、ミニカーがなんとドンキホーテで売っていたというね。しかも、これ6500円低下するんですけども、75% 割引だったかな。なので1500円くらいで買ったわけですけども、1500円にしても、なんでね、普通のホットウィールのサイドラインが700円から800円もするのに、このね、リアルライダーではないプラスチックタイヤが、そんなに高いのかなとか思ったりして、なかなか手が出なかったんですけども、数日考えてどうしてもね、諦めきれなくて、もう一度ね、店舗に向かって購入した運びになる一台になります。で、まあね、この動画をアップした際に、コメントでいただきましたグッチグッチさん、略してグッチさ ん略したらググさんになるのかな、なんで略すんでしょうね。はい、ググさんがコメントしていただきまして、こちら間違いなくレッドラインクラブのミニカーです、なんでねドンキに売ってるのかわかりませんみたいなねコメントいただいたので、レッドラインクラブのミニカーのようです。はい、こう見た目にはねそんなに6500円もするっていうような感じは見受けられないんですけども、まあ大体違うところとしてはホイールですよね。やっぱレッドラインクラブらしい赤いね、ホワイトレターになってますし、内装がね今にはないようなこのようなホワイトのちょっと乳白色っぽい感じを奏でてるような象牙っぽさもあるみたいな感じのお色と、このボディカラーもなかなかないんでしょうかね、このちょっとキャンディーメタリックグリーンみたいな感じで、でリアもねちゃんと彩色されてるんですけども、ホイールがね普通のベーシックカーに似たようなね、まあもちろんベーシックカーのよりもすごくねホイールが特徴的なんですけども、このようになってますね。というわけで、1位が、プリムス CTX で、2位が、こちらのね、フェラーリ 512BB になります。それではね、最後にちょっと視点を下げてね、見ていきたいと思いまーす。はい。じゃあ、まず3位のね、4位でしたね。失礼しました。マックツートミカから、ちょっとね、さらっと見ていきましょう。はい。いいですねー。フリマサイトで見てるとね、もう発売当時は6000円とかで売れてたので、やっぱり結構ね、高額になりました。今はもう3000円ぐらいで売れてるかなって感じですけどね。はい、とてもいいですよね。うわ、かっこいいな。はい、そして、第3位がこちらの2つになるわけなんですけども、はい、これね、いいっすね、これ、ホラーになるよね、こうやってると。いいね。かっこいいって、ブルドッグのマークもね、おしゃれでかっこいいですよね。そして同順位のねこちらの、シボレーのねヘッドにファイヤーバードがね乗っかってるやつですね。はい、じゃあこうまあこれはやっぱりねこの中にショールームを引っ張って走ってるみたいな感じの演出がめっちゃかっこいいんじゃないかなって思います。はい、ちょっとごめんなさい、高額なので取り扱い注意ですかね。はい、こんな感じでね、ちょっとショールーム的な感じで見れるのがとてもいいですよね。おお、迫力あるね、このヘッドの顔は。いいねー。はい。はい、そして第2位は、こちらの、トミカリミテッドヴィンテージのネオのフェラーリ 512EB になりますね。こちら価格の方が6380円になりまーす。はい、カールも開くよーん。ストップはできないかな？ストップはできないですね。はい。エンジンルームがね、結構精密に作られてます。おー、すごい精密だ。はい。はい、そして第1位がね、こちら、ディーオブライフ！レッドラインクラブ、ホットウィールレッドラインクラブのプリムス GTX が1位になりました。価格が6500円。高っけ。高っけ。
1万円でお釣りが3500円しか来ない。はい、今回はこのような動画を撮らさせていただきました。本当にね、ホルマリさんね、リクエストありがとうございました。皆さんも今後こんなね動画が見たいとかリクエストがあったらね、気軽にねコメントしていただけたらありがたいかと思います。それでは次回の次回の動画までバイバイキン。